メロディーは日系アメリカ人の元女性歌手。血液型は O 型。2009年1月に引退時の所属事務所はテンカラット。レコード会社はトイズファクトリー。夫はミュージシャンのミヤビ。妹はクリスティーン。ドラマーをやっていたアメリカ人の父親と沖縄県出身の母親のもと4人姉妹の長女としてハワイで生まれ育つ。 母親が歌っている姿を見て影響を受け幼い頃から日本で歌手デビューすることを夢見ていた。本名でもあるメロディーは両親が大の音楽好きであることから名付けられた。三人の妹のうち二人は音楽由来の名である。一般的な名の妹クリスティーンが作詞や作曲を手掛けた曲も多数あり作詞または作曲の欄に相性の クリーズとクレジットされている。音楽一家で幼い頃から妹たちと共に音楽のエリート教育を受けていた。ジャズダンス、ボイストレーニング、ピアノとクラシックバレエを習う。もともと両親の影響で厳格なベジタリアンだったため、小学校の給食で出されるまで肉を食べたことがなく、家では牛乳の代わりに豆乳を飲んでいた。その後、ベジタリアンではなくなったが、 野菜が大好物である。16歳の時にモデルを務め、19歳の時に来日。当時は日本語での意思卒業に苦労をしていた。トーク番組などメディアに出演する際には言葉の端々に英語が参見される。ほとんどの楽曲で作詞を担当し、歌詞がすべて英語の楽曲もいくつかある。その英語力を活かして NHK の英語で喋らないとでは、 来日した海外の著名人へのインタビュアーを日本の音楽を海外に紹介する J メロでは VJ を務めた。また、幼い頃からファッションにも強い興味を持ち、学校では陶芸やファッションの勉強をした。ファッションの仕事に携わることは歌手と並ぶ大きな夢であったと述べており、歌手引退後にファッションデザイナーとして活動する意向を示唆している。 m フローのフィーチャリングボーカリストとして、m フローのライブではその楽曲とともに大鳥で出演することが多かった。2009年3月14日、宮人と入籍、すでに妊娠していた。同年7月29日に第一子を出産。2010年10月21日6時13分、第二子を出産。2012年5月26日、 M フローツアー2012スクエアワン幕張メッセにてスペシャルゲスト出演2021年2月24日第三子となる男児を出産ワンマンライブと学園祭のみの記載ビッグローブプレゼンツスパイシータイム BE a s ズ・ワンツアー2006学園祭ツアー2006フォーツー・ザ・フロアプレゼントメロディーライブ宇都宮クラブツアー07メル モードナイト。k ミックスプレゼンツメロディースペシャルライブ、レディ d y to メロディープレミアムアコースティックライブ学園祭ツアー2007ガラポート東京米南館オープン記念イベントメロディースペシャルライブレギュラー出演のみ。ありがとうございます。